プロとしての第一歩。羽生譲るは、プロとしての第一歩を踏み出した。11月4日、横浜ピアーリーナ MM で開幕した、自身で企画構成をしたアイスショー、プロローグ。会場には、7900人の観客が詰めかけた。羽生譲るは、このアイスショーの意図について、こう説明した。これから始まる物語へ向けてのプロローグであり、 自分がまた新たな決意を胸にして目標に向かって夢に向かって一歩ずつ進んでいくんだということをこれまで自分が経験してきたことや皆さんに力をもらってきたことだったりそういったものを改めて皆さんと共有しながら次のステップにつながるようにと思いを込めてこのショーを企画しました。 幼い頃の姿から2014年のグランプリ GP シリーズ中国杯の公式練習で起きた激突のアクシデントなどの自身の歩みを振り返る映像を演技の合間に大型スクリーンに映し出す構成。自分としてはちょっと過去に戻り今までの全ての人生を振り返り最終的には2022年北京五輪のエキシビションや現在の自分に至るというようなことを表現したかった。 だから最初の方では2018年「平昌五輪」で滑った自分の代表的なプログラムである「催明」を滑らせていただきました措置に続き「平昌大会」での五輪連覇それは羽生結弦が自分のこれからの人生を左右するものであり必ず達成しなければいけないもの自分にとっては決定事項だったと過去に話していたように羽生結弦自身にとって根幹をなすものだった 五輪連覇に思いを馳せながら、昭和試合のように全照明を点灯した中で、6分間練習ですというアナウンスとともに始まった。それは試合前の光景を再現するもの。羽生結弦は競技者時代と同じように滑り出すと、時間を置いて3回転ループを飛ぶ。その後はトリプルアクセル。さらに後半には4回転トーループプラス1オイラープラス3回転サルコーヤ。 4回転サルコを飛んだ。そしてそのまま一番羽生結弦というアナウンスで、サイメイの演技に向かった。アイスショーでは考えられない、全部の照明をつけてやることも含めて自分で考えましたが、正直どういう反応をしていただけるのか、僕自身も試合ではない中でやる、6分間練習にどこまで集中できるか不安でした。こう話す羽生結弦は、平昌五輪を思い出しながら、サイメイを滑った。 最初に4回転サルコーをきれいに決めると、続けて4回転トーループを、そして3本目のジャンプをトリプルアクセルにすると、コンビネーションスピンからステップシークエンスへ落ち着いた滑りでつなげた。演技後半はトリプルアクセルプラス3回転トーループとトリプルアクセルプラス1オイラープラス3回転サルコーとつなげ、スピード感のあるフライングシットスピンから、 これをシークエンスで盛り上げ最後はチェンジフットコンビネーションスピンで締めた実際4分7秒くらいのものになっていてジャンプの本数は少なくなっていますけどプロになったからこそというか競技なら同じジャンプの3本目はキックアウトになるけどプロだからトリプルアクセル3本をやってみました。 ものすごく緊張したしたジャッジではなく多くのお客さんが目の前にいるというのは正直すごく試されていると思ったし自分自身も試さなければいけないということを感じながら滑っていましたジャンプは5本だがそれはすべて4回転とコンビネーションジャンプを含んだトリプルアクセルのみというアイスショーでは珍しい高難度の構成だった現役時代より体力をつけている その演技の5分後には衣装を着替え中村博士己氏の津軽蛇味線が響く中で登場すると2008から10年のエキシビションプログラムだったチェンジを滑った。羽生譲るはその後のファンからの質問コーナーで羽生譲る選手と呼んでもらいたいかという問いに僕自身競技をやっているのと何ら変わらないと思っています。 フリーをやった5分後にチェンジを演じて試合以上に大変でしたが現役時代より体力をつけているので選手と呼ばれるのは嬉しいですと答えていた。プロであってもアスリートであり続けるという強い意志。それが6分間練習から最メインに続く構成に現れていると感じられた。 その後のロミオプラスジュリエットはモニターに映された2011-2012シーズンの GP シリーズの映像の中から飛び出してくるような演出で表情に現れると当時の構成だったトリプルアクセルプラス3回転トーループ3回転ルッツプラス2回転トーループプラス2回転トーループ3回転ループを決めた心の中のジレンマを表現 そして4本目は自身が振り付けをした新プログラムいつか終わる夢。ファイナルファンタジー10のテーマソングで演出家のミッキー講師がプロジェクションマッピングを演出した。表情に水面や水中の光景が映し出され滑った鉱石に沿って子立が姿を現し花びらが舞う幻想的な空間の中で緩やかに舞った。ファイナルファンタジー10は僕はめちゃくちゃ好きな世代なので色々なことを考えて プログラムを作りました。僕の夢は、もともと五輪連覇でした。そして、それを果たした後に、四回転半という夢を設定して追い求めてきました。でも、それは達成することができなかったし、ISU、国際スケート連盟公認の大会での、初めての四回転半の達成者にはなれませんでした。その意味では、終わってしまった夢かもしれません。皆さんが期待しているけどできない。 だけどやりたいと願う。もう疲れてやりたくないのに皆さんに期待していただけばいただくほど自分の気持ちがおろそかになっていって壊れ何もできなくなってしまうそれでもやっぱり皆さんの期待に応えてみたいそんな自分の心の中のジレンマみたいなものを表現したつもりですいつか終わる夢でプログラムを作ろうと考えたのはこの曲を流しながら滑っていた時クールダウンの動きをするとピタリとハマったからだという。 その時に思ったのは多くの人が羽生ゆずるのクールダウンの滑りを見たがっていたこと。そうした経緯で生まれたこの新プログラムを見ていると長い間競技者として世界のトップをそして自身の進化だけを見て戦い続けてきた彼の心をゆっくりとクールダウンさせるためのプログラムなのかもしれないとも思えた。春よ恋から見えた未来。 だが、次に演じた、春よ、恋では、プロジェクションマッピングの演出で、羽生結弦の未来を見た気がした。2018年の、ファンタジー・オン・アイスで、ピアニストの清塚信也氏とのコラボレーションをきっかけに、エキシビションプログラムとして採用し、以降も毎シーズン、大切に滑ってきたプログラムだ。 北京五輪ではエキシビションで待った人気講師によるプロジェクションマッピングは羽生結弦が滑る中で発生させる空気の振動を波動のように伝えその光景を様々に変化させたそして深いハイドロブレーディングで手のひらに集めた氷片を空にまき散らすと表情は花で埋まったこれまでの春よ恋はいつか終わる冬の中で春の訪れを待ち焦がれる思いが伝わってくる演技だと感じていた しかし、この日の、春よ、恋は、羽生結弦るの滑りが生む空気の振動が、周囲を変化させて、地と空気を緩め、春を訪れさせたと感じさせる演技だった。自分の行動で何かを変えていく。それこそが、プロとしての、羽生結弦るが成し遂げようとしていることなのだろうと、改めて思わせた。 プロアスリートとしての意識を持って進む、羽生譲るの道は、これまで誰も踏み出したことがない、何の印もない道だ。だからこそ、様々なことを考え、想像し、想像しなければいけない。そんな難しい状況を、羽生譲るはこう話した。プロ転校の記者会見でも言ったかもしれないですけど、プロだからこその目標というのは、具体的には見えていないんです。 そういうのは僕の人生史上でも初めてのことなんです今まで4歳の頃から常に五輪で金メダルを取るという目標があった上で生活してきたので今はちょっとチューブラリンな感じがしていますただまずはこのプロローグを成功させるために毎日努力してきたこととか今日は今日で一つ一つのジャンプだったり演技だったりに集中していったこととか 多分そういうことが積み重なっていってまた新たな羽生結弦というステージにつながっていったり新たな自分の基盤ができていったりするかなと思うので今できることを目いっぱいやっていってフィギュアスケートの限界を超えていけるようにしたいと思いますそれがこれからの僕の物語としてあったらいいなと思います。のの中断もなく、一人で滑り切った90分間のアイスショー。 羽生譲るは新たな自分の理想を見つけるための旅立つ日にした。